やっちゃうよ。来期上手ですということで、今日もやっていきますって感じで、今日はこれ、スケラっすね、なんでこのロイジャイがね流行る時代にねスケラが流行るのか、まずこのデッキのね解説からしていこうかなと思います。まあこのデッキはね、まあ普通のスケラなんですけど、まあムーとは言うて、スケラには昔から入ってるカードなんで言うてそんな驚くことじゃないです。こいつ一番ロリババ、なんでこいつなのかっていうのは個人的にはあのね前シーズンに流行ったカードが全然加工されてなくて、まあペッカ工場に入ってるデッキ、例えば U のゴースト、あとロイジャイとかなんだろう、あと普通にペッカデッキにも入ってたアウトローを、こいつだけで受けられるんですよ。あのねゴーストが来てもロリババをその自陣近くにこうやってパーンって転がしてババだけでゴースト受けられたり、 U のをジャンあのテクテクってなる前に、ね、このロリババを出したり、あとは橋を渡ってきたアウトローに対してバーンってやって転がして、後ろのガール2体をこのウッドの攻撃力で殺してからババが出てきて、こうやってアウトローボーイとね殴り合ってアウトローも倒すことができるんですよ。なんで多分前シーズン流行ったそこのなんだろうあのねなんだユーノとかゴーストアウトローに対してロリババの方がやっぱマルタはね、マルタでやっぱ強いんですよ。墓石も壊せるし、プリンセスも殺せるし、あのミリ残りのユニット全部一掃できるし、あとロイフグもね、ノックバックできるしで、結局マルタ安定なところはあるんですけど、でも、ロリババがね、やっとなんか強化されて、マルタとなんか差別化できたかなって感じがしますね。だから、なんでこいつなんでこんなおもちゃカードを使ってるんだろうと思ったら、そういうことですね。ゴーストとかユーノとかアウトローとか、前シーズンで流行ったものを全部受けられるからだと思うんですよね、個人的には。じゃないと、やっぱ、マルタよりもこいつを使おうと思わないんですよね、普通に考えて。でスケラってもともと、そのなんか、ユーテムートも、ユーノとかゴーストの陸受けに使いたくないじゃないですか。で、まあ、ウィザードも、アイスウィズも、ユーテ、もう、シャアなし。どうせなら遠距離で出したいけど、受けがいないときシャアなしで、多分、アイスウィズを出すしかない。で墓石は工場に絶対に取っておきたいんで墓石は切れないんですよね。ってなるとこれが丸太だと陸受けが少なくて多分戦えないんですよ。なんでその丸太の代わりにロリバを入れたって感じですね。ってことでまあちょっと厚めに解説をしてグラチャリに行きたいと思います。まあグラチャリでね結構いい感じだったらマルチでもねちゃんと全部乾燥してるんでマルチで使っていこうかなと思いますね。まあとりあえずまあスキャラ待ちですね、基本的には。俺スキャラだったら30秒ぐらい待ってから出すかな。何にも出してもらったね。人によっちゃスキャラで1分まで待つ人いるんですけど、俺は1分まで待つのちょっと苦手かな。よいしょ。そう見てなかった。まあ、細かいことなんですけど、今なんでこっちメガゴをここじゃなくてここから出したのっていうと、ここから出すと空で受けがいないときに陸受け、例えばナイトとかで逆サイに歩かせることができるじゃないですか。まあ人によるんですけどね、これは俺的になんですけど、歩かせる陸ユニットでも空が受けられちゃうんですよ。ただ端に寄せてるとウォーキングができないんであれなんですよね。そうだから空ユニットで受けるか陸ユニットで受けたとしてメガゴの火力で全部倒しきれるんで、俺は個人的に空ユニットとかこっちから出しますね。いや渋いな、正直ここでスケラ打てないですね。ユニットがいるときにスケラ打ったとて全部しばかれてカウンタークラだけなんで、違う相手も多分スケラですね。これスケラの顔してますね。スケラ打ちたいよーって顔してる。いやこれ渋くそ渋い。これで受けれる、これで受けれるのがいい。ちょっとおしゃれ、なんならおしゃれ。一発もらうか。まあ2コスなんで言うてね、メガゴ大事に切らないとダメだなこれ。よいしょつってね、後ろからちゃんと切っちゃうけど、はい、これいきまーす。テンテンテンテルテン、ゴン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 ゴ
どん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 はい、ゴン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 。オッケーオッケー、おいしいおいしいおいしい。ベビダラ倒すことができたんで、おいしみっすね。おいしみが深い。この後ろに炊くことによってね、相手はそっちにポイズンを打たなきゃいけないんで、こっちにユリントが生きると、おいしみが深い。テンテレテンテレテン。はい、全部ユニットを倒しましたね。はい、後ろひたすらに後ろになっやっていきます。で、墓石と合わせてポイズン打たれたくないんで、ここから出していき、スキラに合わせてスキラ打っていきます。これ墓石が生きてる分俺の方が有利なんでね。あれ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 まあ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 、こういう日もありますよと。はい、行きましょう。どんどん行きましょう。傍中していきましょう。でもさ、これさ、ロリババ使うところ難しいな。めっちゃむずい。陸受けを、え？イカチメの相手引いたな。まあ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 、500だけで、なんかちょっとレベルが低かった気もするけど、気のせいでしょう、きっと。9と8を見間違えるなんてよくあることなんでね。これ内側から出すとワンチャン、まちゃちゃに抜かれちゃうんで、ちょっと外側から出していきます。よいしょ。このおしゃれおしゃれスケラドゥーン。ちょっと待って、ごめんてごめんて、おしゃれにしてごめんて。お、めっちゃ刺さってる、めっちゃ刺さってる。そうそう、こういうことなんですよ、結局結局こういうこと。ういういうい、こういうことなんですよ結局。大体ゴースト使って、リクギルいるか。あ、違う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 って、なんで墓石から引き上がっちゃったの。やば、あ、まあ、この丸太を読んでね、読んで丸太を、あの、このね、墓石を守るために引き上がしたんですよね、実は。うん、ちょっと、目が握り間違えた。ちょっと待って、ちょっと待って。このね、2v2 で鍛えたもの、この地図に入ってくる、地図にこの入ってくるであろう。ちょっと待って、これ、極めらんないわ、ごめん。7コスでスケラが打てる。ドゥン、やばいやばいやばい、強い強い強い。もうこれ相手びっくりだからね、テンパっちゃうから、テンパっちゃうから。これ穴掘りに、いや穴掘りに近かねえな。穴掘りに近いって言おうとしたけど、穴掘りに近かない、多分。なんだ今の墓石、多分みんな思った今。アイスイーズが強いから守れるみたいなのがあるの。この二段階誘導、アイスイーズの二段階誘導。よいしょ。これめっちゃロイフグ投げにくいから相手。もうロリババ使っちゃうから。はい、いっそいっそ、強い強い。オッケー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 。はい、ってことで最後マルチに行きたいなと思います。まあマルチでも別に勝てるんで、今ないんだろグロ。まあ1700位全然だった。
全然だった。まあ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 。今取る低いんですぐマッチングするでしょうということでね。ということでね。で、そう今日注射行ってきたんです。あ、でも無理な人もいるかもしれないで見せるのはやめよう。注射行ってきたんですよつって。健康診断でね。なんかみかんさんが注射嫌だーつって騒いでたらしいんだけど、クソウケるマジで。この位置に打たれるのが一番きついですね。エリポン側からしたら。で、これでポイズンで、何をユニット出さなかったらエリポンがいかれる。ユニット出したらポイズンで結局いかれるっていう、このいかれるコンビネーションですね。はーい。言うて相手急コース使って俺も急コースなんで、ツンツンみたいなのとかある。で、こういう時は、始まりムード。これがね、一番いいんですよ。こうやってギャング出してくれるやつが、あ、ギャングねって。しかも、ここに出してくるタイプの人ねって分かるんですよ、これで。この完璧なユニット配置。このノーダメで。よいしょー。グッドゲームと。ここでね、ムード。これがね、相手からしたら墓石しかないですよ、今。陸受けが。そう、だから5打つしかない。でも5打ったら、はい。よいしょ。受けるべきなのかな？筋起動してるからいいや。無視よ。よいしょ。縦付けがいるんでね。それは甘えでは。ティンティリティンティリティーン。縦付けじゃないですよ、ギャングだ。ギャングだったら言うてちょろいな。速攻で溶ける。いや、そのエリポンは絶対真ん中に置かなきゃいけないんですよ、相手は。ぬるいっすね、ちょっと。ぬるゲーミングっすね。おやおやおや。言うてアド取られてる。これはアイスビーズ。足の遅いアイスビーズを出していって。乗り場でジャブを入れていく。なんなら無理。これね、真ん中に2体目のアイスフィーズを真ん中に出すと何でも受けれちゃう。大体嫌な目しかないんで、まあ、守れるでしょう。危ない危ない。で、相手ギャング切ったんで、これでミート出して、戸籍回して、これバックアスラー入れたくないの。へいへいへい。OKOK。ギャング切ったんで、リグゲーいなかったんでね。エリポンしかなかったですね、相手は。よいしょ。まあこんな感じで、端前ムートでプレッシャーをね、かけることができるんで、多分強いですね。頑張って、ロイジャイじゃない。なんだっけ。ロリババ。ロリババをね、もうちょっとね、使えるようにしたら、結構伸びるんじゃないかなと。言うて、前とロイジャイが入ってきたぐらいなんですよ。前の環境とそんな変わってなくて、ロイジャイが入ってきたぐらいで、本当に。なんで、やっぱり、多分このユニットはね、陸受けを見て、なんだっけ、ムートを出したりできるんで、普通に強いですね。って感じかなーかなーつって。って感じかなーつって。まあ、そんな感じですね。まあ、今の環境で結構強い、まあ、スキャラを紹介しましたと。最初のスキャラ対面はね、これね、勝てないですね。ということで、今日はね、この辺でお疲れしようかなということで、バイバイ。